はい、ちょっとね、今、四大陸男子のショートを見ている最中なんですけど、ちょっとしたハプニングがあったようなんで、ちょっとお伝えしたいと思います。チャ・ジュンファン君の演技が始まるとき、これ、本当始まる瞬間ですね、マイケル・ジャクソンのメドレーやるときに、なんか笛、ピーって吹かれたんですよ。で、この顔、もう演技始まるかなって思って、スタンバイしてたら、これ、ピーって、笛、ピーって吹かれて、この顔でしたよ。で、何かと思って、ちょっと行ったら、なんかね、拾ってましたね。この辺にあったやつ、この辺にあったやつを拾って、なんか、ジャッジ席の方まで運んできましたね。こんなことは僕初めて、この始まる前に、何を拾ったんでしょうか。ちょっと分かんなかったんですけど、びっくりしました。ジャッジも笑ってますけどね。演技始まる前、できれば、もうちょっと、ね、もうちょっと演技始まる前にやってほしかったな。ちょっと集中力切れちゃいますよね。ちょっとびっくりはしたけど。これから演技また見ていきたいと思います。はい。